こんばんはトモスタの谷口です。今日もですね、Visual Studio Code やっていきたいと思います。今日はですね、エクステンションについてご紹介していきます。えー、拡張機能ですね。えー、こちら、えー、Visual Studio Code をですね、インストールしたときに一つ拡張機能は実はすでに入れてるんですよね、えー。こちらですね、Language Pack ですね、日本語版にするための拡張機能というのを入れているんですけれども、まあ、Visual Studio Code 実はこの他にもたくさんのですね、拡張機能がありまして、それをこう、 入れてこのエディターをですね最初シンプルなんですけれどもどん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 パワーアップさせていくことができますであの自分がですね使う例えばプログラミング言語だったり機能だったりやっている業務ですねそういったものに合わせて最適な拡張機能をま入れてですね使っていくという形になります 拡張機能なんですけれども、も,もちろんまずここでですね、検索をして入れるということができます。例えば自分が JavaScript の開発をですね、よく行うぞということであれば JavaScript などと検索をすると、それにですね、関連するものがだだっとッドしてきます。で、えっと、ここですね、よく見ていきますと、まずここがバージョン番号ですね。で、次が4.3 m これ、インストール数ですね。そしてそのお隣にあるのが星の5。まあ、これがあの、 評価で、すねでマウスを当てると何人が評価してこの星いくつっていうのが出て,ているかというのが確認できるということです。で、まあたいですね、一番上の方にいるものが評価も高くてダウンロード数も多いというものなので、まあ上から見ていってですね、自分のやりたいことに合ったものっていうのを探していくというのがいいのかなという感じですね。 で、まあ、こういう入れ方が一つというのと、もう一つがですね、あの、例えば、えー、ここでですね、えー、新しいファイルを作って、で、まあ、例えばちょっと変わったファイルを作っていきますね。えー、デスクトップに、えー、テスト .sql という 拡張子 y s q l っていうのはそのデータベースとですね、やり取りするための言語、ストラクチャードクエリーランゲージというものなんですけれども、まあ、この拡張子に対応した機能というのはビジュアルスタジオコードを標準では持ってないんですね。で、その時にここ右下見ていただくとわかるんですが、このファイルの種類には拡張機能を m s s q l が推奨されますと出ますよね。このように自分がですね、今から使おうとしているファイルだったり、機能だったりっていうのを認識すると、ビジュアルスタジオコードがこの拡張機能いいんじゃない とということでおすすめしてくれますでもそのままですねこれをインストールしてあげるとはいこれでですねインストールされて、えー、その拡張機能が有効になるということですまああのどういうですね機能があるのかみたいなのはこちらですねドキュメントをこう読んでいて で、あの、ムービーとかも途中途中に挟まれているので、まあそういったものも見ていくという形になるんですけれども、まあこの拡張機能はですね、例えばその s ー l を書くときにヘルプを出してくれたりですとか、そういった役割をするということみたいですね。はい。で、インストールされた拡張機能というのは、こちらですね。 え、この、点点点というメニューの部分をクリックしますと、こちらにいろいろ出てきまして、インストール済みの拡張機能を表示ってすると、はい、ここにリストアップされます。で、あの、使ってみてやっぱりちょっと使いにくいなとか、やっぱりいらなかったなみたいなのがあったら、え、こちらですね、はぐれまマークをクリックしていただきまして、無効にするもしくはアンインストールするとかですね、え、こういったところで、そう、えー、制御ができますので、まあ、気軽に入れてですね、試して自分が好みのものっていうのを探していくというのがいい方法かなと。 思いいますねはいえー、それからですね、えー、とどのエクステンションを最初に入れたらいいかわからないということであればこちら Visual Studio Code のです、ねまあ、英語版のサイトにアクセスしてドックスのところに行ってください。 はい。そうするとですね、ちょっと下のところに行くと、トップエクステンションズということで、まあ、インストールされている、えー、数が多い拡張機能というのがここで見ることができます。まあ、やっぱり今人気があるのが Python ですね。えー、Python の、えー、開発をサポートするものですね。CC プラ。で、ESLint、これはエク m スクリプトの Lint、えー、っていうのは、えー、と文法チェックですね。えー、なので、正しいそのソースコードを書くのを手伝いしてくれるというものなので、JavaScript する方はこれいいかもしれないですね。 そしてデバッカーフ c h r o m e これはですねえっとデバッグの項目のところでご紹介していくので実際にえインストールしていきますえなどなどいろいろありますねあとこちら GitLens という Git のですね拡張機能あるんですがこれもですね Git というところでご紹介していくのでこちらもまたインストールしていきますあと Vue.js のエクステンションとかですねでさらにその下の CMORE IN THE MARKET PLACE というところをクリックしますと はい。ここにマーケットプレイスがありまして、えー、まあ、フューチャードということで注目しているものですね。から、トレンディング、トレンドになっているもの。で、モストポピュラーこれがさっきのランキングのところですね。はい。だから、この辺とかをですね、ざっと見ていって、で、リーセントリアデットはですね、あのー、まあ、かなり、えー、好きな方が見るっていう感じですね。まだ全く評価もされていないですし、ダウンロード数も少ないので、もう本当に実験的に入れてみるみたいな感じだとは思うんですけれども、もしですね、ピンとくるものがあったら、 入れてみてもいいかもしれません。はいえ。という感じですね。なので、えっと、今ご紹介した通り、こちらですね。検索窓から検索をするっていうのと、えこちらのですね、あの、Visual Studio、Code、のウェブサイトに行って、えー、ランキングなどを確認していく。そしてですね、えー、例えば、Visual Studio、Code 拡張機能を、などで検索をかけると、あの、いろんな方がですね、聞いたとか、えー、こういったところで、あの、おすすめの拡張機能っていうのを、こう、えー、紹介してくれているので、えー、この辺からですね、あのインストールしていってもいいかもしれません。はい。でですね、あの、実は、今、えー、ここまでで使ってきた、 え、ビジュアルスタジオコードというのはもうこの講座用にですね、私が新規で、えー、インストールしたビジュアルスタジオコードなんですけれども、今画面に映っているこちらはですね、私が普段使っているビジュアルスタジオコードになります。まあ、僕はですね、ちょっと、あの、かっこいいので英語版のまま使っているっていうのと、あの、こちらですね、いくつか拡張機能によって、こちらのアクティビティバーに、えー、項目が増えているんですけれども、えー、こんな感じで使っています。色は、あの、講座でもやっているソラライズドライトですね、それを使っています。 さてこの中でですね拡張機能ちょっと私のやつを見ていきましょうこんな感じで入れていますで全部が全部ですね皆さんにおすすめできるというものではないのでまあこの中でですねいくつかちょっとえおすすめできるものっていうのをご紹介していこうかなと思いますでまずですねこちらですねマークダウンオールインワンというものなんですけれども あの、マークダウンってご存知ですかねえっと、まあ、こういうですね、シャープを使ったりですとか、えー、こういう、えー、ハイフンを使ったりして、HTML のマークアップみたいなものをですね、簡単な記号で描くことができるというものなんですね。で、僕もですね、マークダウンものすごく好きで、あの、いろいろこうメモを取ったりですとか、あの、原稿を書いたりするときにですね、使っていくんですけれども、えー、それをですね、あの、総合的にサポートしてくれるというのが、このマークダウン、えー、オールインワンというものです。これぜひ、あの、 入れておくとといいいかなと思いますねで通常はですねこちらこれ今新規インストールして、えー、拡張機能が入ってないビジュアルスタジオコードなんですけれどもこれでですね言語モードをマークダウンにした状態で、えー、マークダウンのファイルを作っているんですねで例えば見出し01としてでリストを作りましょうとして1としてスリスト01としますねでそうしたらあの次も自分で2って打ってリスト02って打たなきゃいけないんですけれども、まあ、これがですね こちらの拡張機能が入っている状態の方で同じく言語モードをマークダウンにして、で、これでですね、 えー、ヘッド01として、えー、1としまして、リスト01としてエンターすると2になるんですね。リスト02。このように、えー、自動でナンバリングを振ってくれたりします。まあまあ他にもいろんな機能があるんですけれども、あの、ぜひこれ入れてみてですね、まあ普ンも一緒にやってみていただくといいかなと思います。あと次がですね、こちらオープンインブラウザーですね。これも結構便利です。HTML とかを作っていくとですね、あの、作った HTML をその場で、あの、 プレビューしたいと、えー。ブラウザをすぐに立ち上げてプレビューしたいみたいなことがよくあるかと思うんですけれども、その時にですね、あのこちら AltB っていうキーボードショートカットを押してあげると、えー、ブラウザがその場で起動して、えー、確認できるようになります。例えば、えー、ここでまあ言語モードを、えー、っと HTML にして、で、えー、HTML5 ですね、で、えー、っと、B のハローとします。 これでですね、デスクトップとかにファイル名付けて保存しまして、これで Alt の B とします。そうするとですね、こちらこんな風にブラウザが起動して、すぐに確認することができるということですね。はい。これもですね、あの、簡単なエクステンションではあるんですけれども、入れていると便利かなと思いますね。よく使う拡張機能としてはこんな感じですね。で、あとは、あの、言語ごとの C シャープとかケーキとか、 ケイクとかですね。あとこれは、えっ、ー、と PH、PHP の拡張機能ですね。インテレフェンスと読むんですかね。えー、とか、あと Python ですね。などなどがあります。ということなので、まあ私がですね、入れてる拡張機能って実はあんまりなかったりするんですけれども、ちょっとですね、見ていきましょうか。えー、こちらの、えー、潜水艦19733が投稿している VS Code のおすすめ拡張機能24選 ですね。え、ざっと見ていきます。これは、あの、ランキングにもありましたね。VS コードのアイコンのやつですね。から、Git レンズ。これは、ま、追って紹介します。えー、プリッター。えー、これ、コードのフォーマットをするってやつですね。で、Git 関係のものを、あと、こう、カッコの単位を色でえ分けてくれるものですね。とあとは、設定をえ同期してくれるもの。 レストクライアントっていうのは JSON データですねをあのネットワークを通じてやり取りすることでプログラムを動かしたりするときにあの使えるものなんですけれどもそのレストを、まあ、テストするためのツールですね。で、ブックマークス。まあ、これはコードの中に好きなところにブックマークを置けるというものですね。 え、それから、UML。これは、まあ、プログラマーがですね、使う設計図なんですけれども、それを、まあ、書くときに使うものですね。え、o d o ハイライト。え、ソースの中に ToDo ですね、タスクを入れ込んでおくと、まあ、そこをハイライトしてくれるというものですね。え、それから、パソートコンプリート。えー、まあ、こういった形でですね、あの、ファイルを、えー、ファイルの場所をですね、書くときに、えー、その候補を出してくれるというものですね。 レインボー CSV。CSV を書くときに使えるものですね。それから、パーシャルディフディフっていうのはあれですね、あの変更点の差分を見るためのものなんですけれども、その差分を手軽に見るためのものですね。それから、複製するためのドゥプリケートアクション で、えープルリクエスト、GitHub のプルリクエストを作るためのものを、えー、Git 関係ですね。だから、ToDo Plus です。えートゥー,ゥーえー、ゥーゥーをですね、あの、ソースの中に埋め込んだやつを一覧してくれるというものですね。えー、アウトプットカラライザーですね、えー、出力を色分けしてくれるものを、えー、プロトフスリーですね。これちょっとわかんないですね。プロトコルバッファーズというものみたいですね。 バッシュデバッグ、バッシュのデバッグができるものです。トレーディングスペースイズ、行末の空白を強調表示するというものですね。正規表現をチェックするものとか、JS ドック、JavaScript のですね、ドキュメントを作るための機能なんですけれども、それを支援してくれるものというものですね。 はい。ということで、いっぱいご紹介がありましたけれども、ピンときたものあったでしょうかえちょっとですね、入れてみたいなというものがあれば、ぜひ、あの、検索などしてですね、入れてみていただいて、あの、試してみていただくといいかなと思いますね。まあ、拡張機能なかなか奥が深くてですね、えー、これだけで結構語れそうな感じではあるんですけれども、まあ、またですね、私もおすすめの、えー、拡張機能とかあったときは、ツイッターとかでつぶやいていこうと思いますので、えー、もしよろしければですね、フォローなどしていただけると幸いです。ということで、次回も、えー ジャルスタジオコードやっていきたいと思いますので、えー、続きが気になるという方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。